安藤清人から1886年9月17日は、明治時代の日本の文部官僚、旧熊本藩士。新人は、通称で、名は年影。安政元年4月6日、熊本藩物頭、安藤敏文の次男として、肥後国玉名郡長洲町に生まれる。藩校寺習慣に学んだ後、木下広次、孝太利正樹と共に、藩の更新生に選ばれ、 明治3年10月に大学南校に入学。南校の社長を務めていた熊本藩士、井上武氏の勧めで迅速とともに、ドイツ学を選択し、翌年9月に更新制制度が廃止され、大学南校が南校第一大学区第一番中学と校名を変える中、学業を続けた。明治六年四月に同校が改正学校に改組されると迅速。 村岡半一、関清志星虎吉、和田綱志郎、高橋純太郎らと共にドイツ語学生のために設けられた鉱山学科の本科に所属。成績は優秀であり、同年10月の改正学校開業式では、鉱山学教者ヘルマン・リッターによる展覧実験の通訳を務めている。なお安藤は明治7年秋頃から、同校最上級生の中でも有力者だった。 諸芸学科の古市君武,武、科学科の長谷川義之助、法学科の小村寿太郎及び斉藤周一郎と共に、政府要人に対し海外留学生派遣運動を展開。翌明治8年、試験選考により、古市、長谷川、小村、斉藤ら東京開成学校生徒10名と共に、 第一回文部省派遣海外留学生に選ばれ、鉱山学修行のため5年間の予定で、ドイツ留学を命じられた。留学生たちは、同年7月に横浜を出港。安藤は米国を経て、ドイツに渡り、フライベルク鉱山学校に入学した。同校には後に、東京大学教授となる今井岩尾が、すでに在学しており、互いに信仰を深めている。 学業に打ち込み優秀な成績を残していた安藤だったが、明治9年12月に肺病と診断され、翌明治10年4月には結核病院に入院。留学2年目にして、療養のため帰国を余儀なくされ、9月に今井に付き添われて横浜に戻った。帰国後は2ヶ月間の入院を経て、熱海と東京で療養を続けた。容体が回復に向かったため、 元改正学校長心得で、文部省管理学務局長となっていた、浜尾慎の計らいで、明治13年5月に文部省一等族となり、管理学務局に勤務。その後、同省巡送人御用係を経て、明治14年5月に文部県少書機関、明治18年8月に文部少書機関に進んだ。この間、明治14年10月に、 管理学務局副長となり、同月から明治18年2月まで、専門学務局副長を務めた後、学務一局に勤務した。明治16年には大日本教育会及び、ドイツ学協会の会員となっている。しかし、多忙な生活から、病状は悪化。明治18年11月に、療養のため郷里熊本に移り、文部省を非職となった。 明治19年9月17日、療養の会なく、雇用のため訪れていた山賀温泉の各社で死去。去年33、没後、長洲町の四王子神社に記念碑が建設された。ありがとうございます。